今回はトリケラトプスを紹介するよ。トリケラトプスは3本の大きな角が特徴の恐竜で、ティラノサウルスに次ぐ人気の恐竜だ。全長9メートル、体重12トン。目の上にある2本の角は長さ1メートル。頭は小型車と同じくらい重い。この大きな4本足の体は今のサイに似ていて、角竜類の中でも最大級のサイズだ。角竜類とは、頭部に角があり、くちばしみたいになった口と襟飾りみたいに発達した頭を持つ恐竜のことで、ケラトプス類とも言う。トリケラトプスの他にトロサウルスやパキリノサウルス、スティラコサウルスなどがいるよ。鱗の化石も見つかっているので、全身は鱗で覆われていて、寿命ははっきりとは分かっていないけど、約20年から30年ほどだったと考えられている。トリケラトプスが暮らしていた頃の地球は暖かい気候で、南極、北極の位置には今のような氷がない時代が続いていたんだ。大陸移動によってゴンドワナ大陸から分裂して南極大陸ができたのもその頃だ。だから今は氷に覆われている南極でも恐竜の化石は発見されているよ。トリケラトプスは恐竜の大量絶滅の引き金となった6600万年前の巨大隕石が落下した時まで生きていた最後の恐竜なんだ。この隕石墜落でトリケラトプスを含む恐竜は姿を消した。なんと地球上の全生物の 75% が死滅したんだ。トリケラトプスの化石が最初に発見されたのは1872年、アメリカのワイオミング州というところだ。しかし最初はこの化石がトリケラトプスのものだとは分からなかった。ずっと巨大なバイソンの骨だと記録されていたんだ。化石が発見されてから16年後にやっと今までバイソンだと記録していたものが角竜のものだと判明して、研究を重ね3本の角を持った恐竜が存在していたと分かったんだ。この時に3本の角を持つ顔という意味のトリケラトプスという名前が誕生したんだ。それから多くの化石が発見されているトリケラトプスだけど、ある論争が巻き起こった。それはトリケラトプスはトロサウルスの子供の姿だったという説だ。それぞれ頭の骨は違う形をしているけれど、成長とともにトロサウルスの形になっていくというもので、この説が正しかった場合はトリケラトプスは全てトロサウルスになってしまう。図鑑などからトリケラトプスがいなくなってしまうんだ。ただまだ解明途中で、今後の新たな発見が必要なので、同じ種として扱うかはわからないんだ。トリケラトプスの特徴的なフリルと3本の角は敵から身を守るための武器だとずっと考えられてきた。しかし最近では牛の角と同じように仲間同士の地位争いなどに使われていたんじゃないかって考えられているよ。もちろん同じ場所に暮らしていたティラノサウルスなどの大型肉食恐竜に襲われた場合には威嚇用にも使っていたはずだ。なぜなら発見されているトリケラトプスの化石の中にティラノサウルスが噛んだ跡がついているものもあるからだ。ただティラノサウルスの全長を考えると、強靭な体のトリケラトプスを狩りの標的とするには結構無理がある。だからティラノサウルスは大人のトリケラトプスを襲っていたのではなく、子供や弱っているトリケラトプスを狙っていたのではないか
という説が有力なんだ。そしてトリケラトプスの化石は狭い範囲からたくさん発見されているので、数十頭の群れで生活していたと考えられているよ。恐竜が子育てしていたかどうかは議論が分かれるけど、もしかしたら子育てをしていて、ゾウのような家族単位で暮らしていた可能性もあるし、数百の大群になることがあったかもしれない。膨大な数のトリケラトプスがゆっくりと移動している風景はまさに圧巻だね。また当時の北米大陸には多種多様の恐竜が数多く生息しており、生息域も近く、種類の違う恐竜が混ざり合って暮らす光景も見られたんじゃないかな。それはまるで今のアフリカのサバンナのような光景だ。きっとすごい光景だっただろうね。おしまい。チャンネル登録よろしくお願いします。